どうも、AD 藤本です。今回なんですけども、大阪府にあるバイシクルあかねさんにお邪魔してます。というのもね、僕前からボーマっていうブランドにすごい興味があって、で、今日ここに来させてもらったのは、このバイシクルあかねさん、関西で一番ボーマを売ってるお店さんなんですね。ということで、今日動画撮影させていただいてます。で、こちら、バイシクルあかねさんの店長の熊谷さんです。はい。はい、こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。まず、ボーマなんですけども、はい、望む馬と書いてボーマなんですね。はい、そうです。実はそうなんです。あれ漢字で見たらものすごいかっこいいですね。かっこいいですよね。ちょっと今この辺に多分漢字出てるかなと思うんですけど、これでボーマ。ボーマです。で、今日は熊谷さんにまずボーマとはどういうブランドなのかっていうのを質問していって、その後にね、実際にどういったラインナップがあるのかっていうのをご説明していただきたいと思います。お願いします。じゃあまずね、ボーマとはどういったブランドなのかお伺いしてもいいですか？そうですね、まあ、まずは日本のブランドであるっていうことが一つと、で、カーボンの製品に強いブランドさんで、大元が、繊維の商社さんになっています。なので、いいカーボンを安く入手することができて、それをいろんな製品に変えていってるっていうような感じなんですけれども、実際こういうシートポストとかステムとかも作ってるんですね。こういう風な、はい、いろんなパーツがあります。基本フレーム売りなんですよね。完成車が出てないと。その辺はちょっと残念ながら完成車はない感じになりますね。ただこういう風なシートポストとかホイールも出してるってことなんで、合わせてボーマ一式で作るってことも可能なんですよね。そうですね。これがまた魅力ですね。その他にボーマの特徴って何かあります？そうですね、ロードとかシクロクロスとかいっぱい出してるんですけど、トラックなんかにも強いので、ガルフ競輪とか高体連、高校生のバンク系の競技によく使われてる印象がありますね。さっきもおっしゃってたけど、もともとがこのカーボンの会社だからコスパもいいって言ってたじゃないですか、はい、で、トラックフレームがあると、はい、ということで学生さんに人気もあるんですよね。そうですね、性能と価格のバランスが非常にいいので学生さんに使われることが多いですね。僕もボーマって聞くとトラックのイメージが強かったんですよ。はい、ではここからは実際にボーマのラインナップについてあれこれと聞いていこうかなと思います。で、基本ロードのラインナップで聞いていこうかなと思っています。一番オールラウンドというかスタンダードな車種は何になるんですか？でしたら、一番最近出た新しいサイ2っていうモデル。サイ2、はい、はい、これが一番オールラウンドに使えるモデルじゃないかなと思います。サイ2の特徴ってどんな感じなんですかね？そうですね、まずもともとボーマで人気だったサイっていうモデルがありまして、はい、軽量でオールラウンドに使えるフレームだったんですけれども、それの後継機になります。前回のサイからさらにこうエアロダイナミクスを改善したモデルになります。かなりこう時代に乗ったって感じですね。そうですね、オールラウンドだけどエアロ要素もしっかり持っているっていうような、あの S 社さんとか C 社さんもそんなの出しますもんね。そうですね。そうですね。サイ2がまあ一番スタンダードなモデルとしてあって、で、エアロモデルみたいなのもあるんですか？はい、ボーマーの中では代々バイドシリーズっていうのがエアロのモデルになります。あれ VIDE と書いてバイドなんですね。はい、バイドです。僕最初バイデーを持ってたんですよ。バイドバイドなんですね、はい、がエアロモデルと、はい、特徴としてはどんな感じなんですか？そうですね、もうとにかくエアロっていうのが特徴になりますが、バイドディスク、これも新しいモデルですけれども、フレームの形状はとにかくエアロでしっかり固めのフレームになります。作りとしては BB が、ジスのスレッドで、ケーブルは外装という形で、すごくメンテナンス性にも優れたモデルになっています。外装でジス規格って聞くとすごい好印象持てますよね。良かったです。最近フル内装で圧入みたいなのがねメインになってきてるかもしれないですけど、やっぱそういうところいいですよね、はい、日本のメーカーって感じしますよね、そういうところからも。そうですね、でスタンダードモデルのサイ2、エアロのバイト、それからエンデュランス的なものもあるんですか？そうですね、今一番エンデュランス寄りなのはアルマディスク、アルマっていうモデルあります。こいつはもともと開発段階でちょっとグラベルっぽいのを作ろうかっていうことで、太いタイヤが履けるフレームっていうことで作られたんですけど、作ってみたら意外とよく走るっていうことで、どっちかというともロード寄りに寄せて開発がされたモデルになります。最近そういうの多いですよね。太いタイヤ履けるようにとか、荒れた道も行けるようにみたいな作ったらめっちゃ速いみたいな、結構多いですよね最近ね、はい、なんでレースに使われたりもちょいちょいしてますし、まあ、この辺は客室次第で選んでいただいたらいいのかなと思います。まあ、大きく分けると、まあ、スタンダードモデルのサイ2とエアロモデルのバイド、どっちかというとエンデュランスに振ったアルマですね、はい、
ね、があって、でそこで一つ見たんですけど、めちゃくちゃ軽いのもあるんですよね。そうですね、これは前のモデルになりますけど、はい、リムブレーキのめちゃくちゃ軽いシエルっていうのがラインナップとしてあります。バイドもあるんですよね、あっちかな。バイドも実際この店にあるんで、はい、ちょっとその辺を見させていただいて、あとはシエルなんかどれくらい軽いかちょっと持たせてもらって、はい、行こうかなと思います。はい、ちょっと実車映していきます今から。はい、じゃあね、今からバイシクルアカネさんにあるボーマシリーズをいろいろと実車の方を見ていきたいと思います。で、これが、バイドディスクですね。はい、エアロのタイプですよね。はい、で、さっき説明にあったように、ここ映せます？ジスなんです。さらに、ここがね、外装、要はワイヤーがこの中を通ってなくてこのままこう来るっていうことですよね、という特徴のバイドディスク。すごい綺麗な色ですよね。でもありがとうございます、ね、まあ、こういうカラーシフト系のカラーリングが非常に綺麗に出てるのと、あとは魅力なのはね、カラーが11色、はい、展開されてます。グラデーションになってるってことですよね。こう、そうですね、グラデーションと、あとはこのカラーもそうなんですけど、見る角度によって色が変わります。ブルーだったりパープルだったり。なるほどなるほど、ちょっとそれ映りますかね。今パープルですよね。あ、まだパープルやあ、でもなんとなく伝わります。はい、見る角度によって若干色が変わるよと。11色こんな感じで展開してるみたいです。すごいカラーやな。すごいいっぱいありますね。そうですね、カラーシフト系もあれば、単色のものもあります。あると。ボーマのイメージでこのカラーのイメージ強かったんですよ。そうですね、これが先ほどお話ししたサイからずっとシリーズとして出てるカラーリングになります。あ、そうなんですね、はい、アイデンティティ的なカラーなんですね、これが。そうですね、なるほど。これやったらもう組んでるやつもありますんで、よかった。組んでるやつもある、はい、見ましょう見ましょう。これですね。これです。これ熊谷さんの自転車ですか。はい、ここ見てください。ここバイシクルアカデミーでステッカーがやっぱ組むと雰囲気出ますね。そうですね、イメージも掴んでいただきやすいかなと思います。あともう一個シエル、すっごい軽いのもあるよっていうのが、はい、それがどれになります。これはこっちです。これがそのシエル、すごい軽い仕様ですね。そうです。これはですね、結構リムハイト高めにしてるんですね。そうですね、50ミリなんですけれども、チューブラーなので。あ、なるほど、はい、むちゃくちゃ軽いです。で、重量が軽っこれ何キロですか。はい、もろもろつけて 6.5キロ。 6.5、これもついて 6.5 ですか。はい、これもついて 6.5？ これついて、サイコンもついて 6.5。 え、軽っ。 UCI 出れないじゃないですかそうですねね、すごいな、シエル 6.5 キロ、これすごいっすよ。まあそんな感じの実車も置いてるよっていう感じなんですね。そうですね、はい。で、ここからはせっかくね、バイシクルアカネさんに来たんで、ちょっと店舗がね、どんな雰囲気なのかっていうのを紹介していきたいと思います。じゃあちょっと店舗紹介に行きます。はい、じゃあ今からバイシクルアカネさんの店舗紹介させていただきます。熊谷さんの奥さんのさっちゃんですね。こんにちは、お願いします。お願いします。で、まず目に入ったのがこれ、レプリカはレプリカですけど、キャド3の時代のやつですね。そうですね、すごいな。これがまだ残ってるってなかなかないっすよね売り物じゃないですけど。売り物じゃない、これ実際乗ってたんですか、はい、熊谷さんが。いや、僕のでもないです、ただただご神体ですなるほど。で、まずこの辺がシネリコーナーですかね。シネリコーナー、はい。で、からその奥が MTB ですね。そうですね、 MTB グラベル系。で、こっちが通勤にも使っていただきやすいようなクロスバイクというか。で、ここが熊谷さんのマイバイクなんですね。そうですね、ね、ガチガチシクロっすね参戦してます、関西シクロ。あ、シクロ出てると、はい、結構しっかり乗られますよね。大学時代からレースやってるので。シクロの質問とかがあれば何でも聞きに来いとシクロちょっと初心者なんであれですけど初心者ですかで、こんな感じでコンポもありので、ここはあれですね、アクセサリー周りですかね。ケミカルコーナー、はい、そうです。サイコロジーとシーガーですね。はい、ちなみにさっちゃんはどっちが好きですか。そういうこと聞くんですかどっちも好きです。どっちも好きです。どっちも持ってます。はい、最後にバイシクルアカネさんのコンセプト聞いてもいいですか。どんな人でも立ち寄ってもらいやすいお店っていうのは目指してます。中で休憩だけでもゆっくりしていけるようにしてますし、気軽に来てもらえるっていうのを目指してるかな。駐車場もしっかり完備してるから車でも来やすいですね。そうです ね自転車でも車でもぜひお越しくださいっていう感じですね、
ちょっと外観が悪いですけど。ありがとうございました、はい、店舗紹介でした。本日はバイシクルあかねさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、今回の動画はバイシクルあかねさんでボーマについてあれこれ聞いてみたという動画でした。これからもね、こういうお店回ってみたり、いろんなメーカーね、訪れてみたり、いろいろしていきたいと思いますので、ぜひとも次の動画もご覧ください。ちなみに、看板猫の大五郎ちゃんですね。はい、大五郎です。大五郎、はい、ではまた、次の動画でお会いしましょう。さよなら。これジェネレーションギャップ出るかもしれないですけど、あの子連れ狼って皆さん知ってますね、ね、大五郎、大五郎藤本ちゃん、ごめんな、なんかあの巻き込み事故になっちゃって、ごめんな。これおもろい、おもろいですか、どうですか、もう一発かましておきます。猫が猫、ね